はい、ちょっと行ってみましょう。あれ買ってあるということで来たんだけどね、これこの前のもっとひどいじゃないかこれ。買ってある言うて言うてくれないけどね、これはダメですわ。これ全く入れませんね。いやいや残念でございます。はい、これ厳しいでございます。いやー買ってあること来たんだけどね、全然あかんぞこれ。厳しい今日こう買ってやるな、こうしたわな。どういうことやろ。ああこっち買ってあるみたいやな、こっちやな。じゃあこれ買ってあるんやわ。これちょっと歩いてみましょうか。どうしてもね、あの看板が先週行けなかったんでね、聞いたところをやるとね、あの看板すぐ入ったところですわって簡単に言われたんやけどね、おそらくね、向こうの方と思うよね、反対側と思うよ。だから説明してくれる人は簡単に、いや入ったところですわって言ってはってるんやけどね。おお、いけるいける、これいけるね。先週はもっと広かったよね、これね。先週中か、もう2週間ぐらい、10日ぐらいになるかな。10日以上になるか。12日の日やったかな。その時はね、全然歩けないの、こう。それ買った後ですよ、これね。ほんで、その後、その時やったかな。マムシなんかおるから用心してください言われてさ、余計入られへんなあれ。これはおりますな、この池といい、この草ぼぼじゃやっぱりね、ヘビおりましたろ。これやったらいけますね、おそらくね。お、水流れてんな。もういろいろ葉っぱになってるけどね、これ。葉っぱに。はい。え、いけんのこれ。え、どうなってんのこれ。おお、いけるいける。あ、行きます行きます。いやー、またカラスかい。カラスがね、これはすごいことになってるぞ。これちょっといけんの？こんなところ歩いてあったんかね、海の皆さんは。すごい。これね、木の上にも蛇がおるからね、用心せなきゃいけませんね。ね、山かかしいのかな。怖っ。うわ、真っ暗や、こんなか。怖っ。こんなところ歩いてあったん。すごいすごい。これはどうし。どうしてどうして。ここ出ました、出ました。まだかね。いやいや、これはどうだろう。すごいね、これ。枝が。おう、広がって広がってる。いやー、おうおう、おうおう、帰るか。蛇かもと、帰る帰る。カエルがいっぱいおりますね。蛇もおるんちゃうかな、これ。今のところ全然見てないけど。まだ？そうそう、この辺やな。先週、先々週あたりかね、そこまで来たんですよね、車でね。ほんで、入れずに。で、あっちから入れるから、反対やったら入れるかと思ったけど、入るとこなかったんですけどね。はい、ああ、なんか、そこ看板ある。これは見なかったんですよ、これは。看板がありますから、入ったところに、全然入ったところじゃないやないか、こんなもん。奥やん、一番な。ここ。これね、キビ池灰皿ですから、ここにね、ここに、くだら大寺の跡があったらしいね。だから、伽藍廃寺が、あれは、どうなんだな。100メートルぐらいあったら言うたけどな、東に近藤。西に塔だか、その塔が100メートルだったとほんまやろか。100メートルはなかったやろな、当時な。はい。
ここ池の中の海だよね。ガラン配置、ああこんな感じか。なるほど。ということで池の中やね、ガランがあったらね。南北が280メートルで、東西が230メートル。まあ大きいねこれ。回廊が、ね、それ全部回してね。ほら広いぞ。あの池も広いけど、これ広い、これぐらいあったんやろな、池ぐらい。池の端から端ぐらいあったんやね。はい。ああ、これで気が済みましたけどね。ほんでね、ここ、ここ反対側をね、反対から回ってはんねんけどね。海宮さんは。すごいね。こっちから行けるかね。これはね、回ってきてはるんやからね、すごいすごい。いやー、これは、これは大変やで。これはどう、これはいけんな。これね、ちょっといけんな、この状況じゃ。これ歩き、歩きはったん、これ。すごいで、これ。これ。これはすごいわ。こんなとこ歩きはったんやろか。これはちょっと入ったもんのよ。これ蛇がおると思うとなんかものすごいビビってんねんけど。よう出てきまんね、蛇がね。いやー怖っ。怖っ怖っ。こんなとこ歩きはったんね。すごいすごい。あ、これは無理やわ。ここまで限度や。これ見てください、これ。これは無理でございます。ずーっとくるーっと回るのは、あそこ早いんやけどな、こう。なあ。おぉ、綺麗に見える、二条山。これ、二条山が。あの上にね、大津御子の墓がありますね。ね、あそこの墓もね、回っとるけど。いやー、これは無理でございました。こんなとこ行ってはんのかいね。恐れ入りました。ほんまに YouTuber になりはったね。わしらが行けんじゃいかんな。これはあと、あの装備をちゃんとするとね、いけないこともないんやけどね。登山靴履いて、そして長いステッキ持って、で、なし、あ、雨、そうやな、雨具を下履いとくか。そうでないと蛇が怖いわ。蛇は上から落ちてくるからな。ここにね、全然そんな感じしないね。こんなところに大きな寺があったような感じね。完全なもう池でございますからね。これ、キビ池っていうのかな。これは分からんね。普通にわしらが見たかでな。ほんで、波乗らないからね、ダメだね、ここは。ずいぶん探し回りましたですね、2週間ぐらい前。いやー怖い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 。こっちから帰ろう。怖いな、ここね。入れ。入られへん。これやもんな。ちょうど切ってくれたんやね、ここね。ちょうど草切ってくれたんでええんやけど。先週切ってくれたらね、12日の日やったからね、来れたのにね。その時はもう草ぼうぼうでね、勇気なかったね、あれは。蛇がおりますとか言われると、毒蛇がおりますと言われるとね、ちょっと勇気なかったんやけど、それでも大変ですよ、これ。こんなところ歩く人は本当に勇気があるわ。 YouTuber しかできないわ。いやー、これはどれ、すごいんやって、これ。これですよ。あら、すごいわ。今度こんなんやからね。ここから蛇が出てきてもおかしくないよ、全然。ここも右も左も。これは怖いわ。この上にね、蛇は止まってますからって、なんかえらい音するんやけど。あんなこと聞いたら、こうってね、
山かかしの中知らんけど上に止まってますね、まあ、こんなんですね。ああすごいわ。はい、出れました。おお、ほんでカズラに引っかかってんねんね、怖っ。これは無理や、夏は無理ですわ。草が枯れたね、冬の方がいい、来るんやったら。こんな怖いわ。ここフェンスあるよ、ここちゃんと、ほらフェンス。あの看板を見るためにほんまに怖い思いしてね、あの看板こっちに立ててくれたらよかったのにな。反対側にな。いやー満足満足。ここからなら二条山も見えるし、葛城山、金剛山、うねみ山に何が見えんの。ミューナショナルは真、まあ、正面やな。あと、あの山が見えんな。かぐ山は分からんな。いや、参りました。あ、やっぱ蜂もおんてんわ、これ蜂いっぱいおるかな、ここ。怖っ。はいはい、一回回ってきました。いや、反対側行けなかったね、残念でございました。